こんにちは。おお、やっぱフラッグショップは違うな。テーラーメイド旗艦店さん、銀座店ですね。やってまいりました。すごく明るくて素敵なお店ですね。お待ちしておりました。こんにちは。テーラーメイド契約プロの諸見里と申します。本日よろしくお願いします。ありがとう申します。よろしくお願いします。お会いできるの本当に楽しみにしてまいりました。私もすごく楽しみにしていました。よろしくお願いします。ちょっと今日クラブを見させていただきたくてですね、はい、ショットが安定しなかったり曲がったりしちゃうんですけども、はいはい、自分の打ち方が悪いのかクラブの選び方が悪いのか分かんないんですよね、はい、たくさんあのクラブがありますので、はいはい、ぜひ一度一緒に見ていただいて、はい、お気に入りのものを探してほしいと思います。すごいいっぱいありますもんね。はい、本当にこうレディースクラブから本当シニアの方向け、そしてこうドライバーであっても、はい、こう一本一本こうシャフトが違ったりだとか、うん、みんな性能が違うので本当に幅広くあの取り揃えています。この中でもやっぱ初心者向け、クロート向けといいますか上級者向けってあるんですか。優しい、打ちやすい、うんうん、もしくはまあ本当にこう男子プロが使っているような本当に上級者向けのヘッドがありますね。諸見里さんぐらいになると、はい、見た瞬間にあこれは難しそう簡単そうとかは分かるんですか。経験とかではなくて、うん、もうタイプです。タイプ。はい。こう見て、うん、私にとって難しそうだなってあったりだとか、もしくはこう、パッて私もこうやって見ると、あ、この顔が好きだなってこう目に入るものがあるので、まずはそれを手にします。へぇ、あ、これかっこいいなって言ってこう構えて、うん、あ、ちょっと難しいなだったりだとか、構えやすいなだったりだとか、イケメンだなって思ったりだとか。クラブにイケメンとかあるんですか。もうあります。へぇ、綺麗な顔しているなっていう。はこれとこれ全然違いますもんね。ちょっと薄いですね。はい、本当に微妙、本当 0. 何ミリとかっていう世界なんですけども、やっぱり構えてもらうと見え方が違ったりしてくるので、ぜひこういうのがタイプなんですね、はい、なるほど。これ何ですか。これがタイガーウッズモデルといいまして、僕らみたいな素人はちょっとなかなか使いこなすの難しいモデル、はい、タイガーウッズはすごいトレーニングもしているので、もしかしたら一般の方が使うってなってくるとすごく難しいクラブにはなると思うんですけども、はいはい、まあ、打ってみたいなって思いますね。タイガーどういう、こうスペックにしてるんだろうっていうのはすごく気になります。確かに。これは何でしょうか。新しく発売したシムグローレというクラブになります。シムシリーズでグローレというシリーズがあるんですけども、それがコラボレーションをして合体したこう新しい最強のクラブになります。もともとシムシリーズとグローレシリーズあったとおっしゃってたんですか、はい、どういう違いがあるんですか。あのシムシリーズは、うん、あのこう少しヘッドスピードが速い方がすごく適していたりするんですけども、このグローレシリーズっていうのはすごく幅広い方たちに使ってもらいやすいようにもともと作られています。そこで、まあ、シムのシリーズのいいところとグローレシリーズのいいところをこう、うん、合わせたクラブがこのシムグローレになっています。初心者も入りやすいし、ある程度できる上級者の方も対応できるような、はい、本当にもう間口の広い、はい、懐の深いクラブ、はい、もう本当にもう一番の武器になるクラブだと思います。やはりこう球がなかなか上がりづらいなっていう方は 10.5 度のロフトがおすすめであったり、逆にちょっと球が上がってしまいやすいっていう方はこう 9.5 度とか9度のシャフトっていうのがすごくおすすめですね。上がらないんですよ僕あのぜひ 10.5 を 10.5、はい、あの後ほど1回のところで試していただきたいと思います。ぜひお願いします。もうそういう話聞くとなんかこう腑に落ちる、あ僕でも球上がるんだみたいな。おあ、ウェアが揃ってますね、はい、もう新作のウェアがいっぱい揃っています。もうちょっと秋冬になってきてはいるんですけど、でもすごくモダン で、はい、でスポーティーで素敵ですね、はい。あのゴルフ の、 そのウェアで大事なポイントってどんなところですか、はい、そうですね、私はまずみんなに見ていただいているので、うん、やはりこう明るいウェアをよく選ぶようにはしているんですけども、綺麗な色、うん、はい、あとはすごく機能性というか、うん、本当に動きやすかったり、はいはい、でこうまずは本当にゴルフのスイングがしやすいということを一番大事にしています、うん、逆中の諸見さん、どういうのをこう男性に来てもらいたいとかだったりします、どういう色とか。そうですね、うん、でも
白いウェアとかがすごくお似合いになるなっていう。白、はい、ちょっと選んでみてもらっていいですか。正直今までのゴルフウェアってどっちかっていうと機能はありますけどデザイン性はそこまでじゃなかったイメージがあったんですけど、テラメンさんこんなに素敵なデザインのものがあると思わなかったです。こちらの白はどうでしょう。センスいいですね、諸見田さん。いやもう私本当抜群。この白とこの青すごい合うと思いますよ、うん、やはりこうやって店内でお洋服をこう色を合わせて選ぶっていうのもすごく楽しいと思うので、ね、ぜひ、はい、奥さんとか彼女とかと一緒に楽しいですよね、はい。あとこれ銀座東京って書いてますけど、あ、何ですかこれ。こちらは銀座店限定のウェアになっています。それいいですね。なんかこうお得感といいますか、はい、スペシャル感があって嬉しいねそれね。諸見里さんにこの素敵な白いアウターと青いインナー選んでいただきました。この組み合わせでじゃあちょっとぜひ、はい、着替えさせていただきたいと思います、はい。